さあ、小座の裏側、みんな見てますか、今回も。ちょっと花もにしてません？ね、昨日、ちょっとカラオケ行った。奇遇、私も昨日行った。行っちゃった？本当？家族で。どうだ、盛り上がった？超盛り上がった。何歌うの、あなた？ベンベンベーン。ベンベンベーン、全然わかんないけど。パンや、パンや、パンや。はい、おじさんわかんないな。今度あの一緒に行こう。さあ、ということで始まりましたね、はい、小座の裏側、ありがとうございます。あの、今回はね、うん、僕ロケ行ってないんですよ。あ、神山さんが、みんな大好き神山さんが、神山さんの出番を多くしてほしいというメッセージも、うん、あのたまに見かけますよ。嘘だよ。ほんとほんと。あ、ほんと、うんうん、あ、じゃあこれをじゃあね、皮切りに、そう、どんどんテレビ業界に進出してもらって、とっても楽しみなんだけど、ね、怖い気もするわけ、うんうん、ちょっと現場の彼を呼んでみましょうか。現場の神山さん。にゃん。現場の神山です。ですね、普段、宮島真一がやってるんですが、今日は僕からはお届けします。以上、宮島くん、かけません、これは。ではじゃあ、早速今日の、小座レストラン今昔物語、行ってみますか、一軒目。GO!佐賀味噌。ありがとうございます。中村さん、はい、これ何ですか。マスタンステーキといって、うん、サーロインになります。おー、これセットですか。はい、セットです。すごい。じゃあこれはもしかして、はい、ホテルオリジナルの小座スタンダードソースになります。ちょっと待って、これ、あ、小座スターですよね。はい、そうです。マンゴーと黒糖ベースになっております。これですか。はい、お好みで。はい、その番組知ってます。はい、よく見てます。本当ですか。はい、ちょっと俺下手くそなんですけど、いいでしょう。すいません、すいません、腹減ってるんで、ちょっと近いで。いただきます。おいしいですね、これ。ありがとうございます。ちなみにサーロインってどこですか、場所。さどこですか。この辺だから、この辺。うん、これ美味しいです、これ。今日ですね、宮島くん、これないんですよ。で、僕が急遽やったんですけど、はい、何か彼にメッセージとかあります？あ、特にないです。特にありません。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。美味しいね。美味しいです。お腹空いてたもんね。バッチリです。美味しいです。じゃあとりあえず、じゃあ宮島さんに、ミッションですね。見て感じて、はい、食レポしてください。小座の裏側。怖い。怖い。怖い、この振りめっちゃ怖い。何これ。まあでもね、僕は以前食べたことありますから。ああ、じゃあもうそのちょっとあれも思い出しつつ。あのね、やっぱソースがあれは素晴らしいんです、うん、あの小座スターに選ばれた。そうね、あの BC ソースがですね、あの香ばしさをまたより引き立ててですね、うん、どんどん進んじゃうんですよ、うんうんうん、あのただしげさんね、うん、あのどうですか。いや雑雑、ディレクターとは雑。なんかきっと僕らの、ね、気持ちもちょっと分かってくれたんじゃないですかね。これからじゃあ現場判断とかもしかして言わないかもね。いや、ちゃんとしっかりやって続くと思う、これ。まあただあのね、ステーキね、一緒にレポートしてたあの方は、うん、宮島さんに一切メッセージはなしということでしたけれどもね。特にないんですね。今度行こう。ニュン、ニュンです、私は。来ました、2軒目、合わせのですね、なんだったっけ、ここは、プリモガーデングリルです。じゃあ行ってみましょうか。腹いっぱいです、僕。佐賀味噌ね、ありがとうございます。すげえ、これすごいっすね。さっきちらって言ったけど、はい、あの前放送されたあのだるまそばの小座飯っていうところですき焼き紹介された時にも、はい、自分の料理作ってました。あれ映ってた。あ、映ってました、映ってました。あ、ところでこれは何でしょうか。スペアリブ&ロブスターのウニ焼きソースっていう、はい、料理なんですけど、すっごい、さすがにやっぱこれがおすすめ。あ、おすすめですね、一番ボリュームがあって、うん、この辺から。じゃあいただきます。いただきます。ちょっとどっちかいな。すごい、うん。めちゃめ
ちゃ美味しいです。ありがとうございます。すごいこれで、ここってグリルがメイン。そうですね、あの、はい、他になんかおすすめとかポイントっていうか、うん、あのプリモポイントみたいな、です他にあの夜なんですけども、ディナーの方はあの、まあ、バルっていう酒場の方もやってまして、夜も語り楽しみ、夜も推してるところ。そうですね、夜もあの独自に酒場の方もあるので。すごい。でもじゃあ今度これロブスターいっていいですか。はい、先生ねじまー、ミキトニはい美味しい。お、最高です。うまいですね。スタジオにいるんですよ、2人が見てるんですよね、これ。美味しいです。美味しいです、ありがとうございます。ですね、この画面からこう見て、この感じ取って、今度ミキトニーにこいつを感じ取って食レポしてください。はぁ、美味しそう。とってもいい匂いする。見えてるんだね。いただきます。どうぞ。まずここ見てみましょうか。メロンね、綺麗ね。焼きミディアムレアですかね。見えてる、みんな。いただきます。いやー、美味しそう。食べちゃうの。美味しいです。わかるかよ。ビール飲みたい。いいですか。ビール飲みたい。あ、いいですよ。じゃあビール。あ、ビール。もちろん、もちろん。すいません。すいません。罪悪ビールいただきます。坂見それ。坂見それ。いいですか。なんかこれ昼から飲むのって申し訳ないですよね。すいません、なんか宮島君の気持ちが分かってきたな。いただきます。罪悪ビール梅。レッツゴー、次。はい、いらっしゃいください。いらっしゃいください。小座の裏側。楽しんでるだけでしたよ、ね。はい、あららら、あ、何でしょう。すいません、小さい声ですいません。カメラ目線でもらっていい、いらないの。いや、これぐらいしてもらわんとね。ねえ、お疲れ様です。お疲れ様です。おい、うん、いや、いいんですよ、はい、別にね、ああいう美味しいお肉とかさ、ロブスターとかあって、ね、ビールが飲みたくなる、なんて許して、やだよ。これで許せと。ほう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 。いや、俺は許します。もう怖いわ。だってさ、シーゲーさんがご飯食べてるのをただただ見てるだけだよ。確かに。小田の裏側。にゅん、来ました、3軒目小田レストラン。もうちょっとお腹いっぱいですけど、ちょっと行きますよ。大根の花、レッツゴー。高校大根の花っていうから、やっぱり健康食がメインなんだね。農家の皆さんが愛情いっぱい、美味しく、いっぱい育てた食材で、これなんていうんですか。牡蠣とアボカドと、なんていうんですかこれ。あ、山椒サラダ。へえ。オーガニックキュウリのガーリックサラダ。確かにこれ女子とか野菜足りねえなーって方にはおすすめですね。牛すじ煮込み。すごい、グリーンカレーもある。自分の大好きな油脂豆腐もありますね。これミキトニーにはこれおすすめじゃないですか。低カロリーひじきの煮物とか、女子かなんかこう美容に良さそうですね。ここはなんか手びち、部品手びち。今月の旬集めましたコーナーですね。ここはコレステロール値を低下させます。あ、これ俺にいいかもしれないですね。サバの塩麹焼き。コンセプトをちょっと教えてもらってもいいですか。私たち大根の花のコンセプトは、まず今帰仁の方に自社の農場、工房の方がありまして、II ファームというんですけど、そちらで作ってる、自分たちで作った自社のお野菜、あとは自分たちで作ってる豆腐だとか味噌だとかっていうのを中心に、あとは、旬のお野菜だったり、まあ、県産の地産地消という形で県産のお野菜、食材を取り入れたメニューを中心に、バイキングスタイルでお食事を提供しているっていうお店になりますね。じゃあ健康にこだわって、なおかつ美味しく楽しく。そうですね、すごいエンターテイメントですね。健康エンターテイメントスペースみたいな感じです。そうですね、ありがとうございます。最近体調悪くてですね。あ、そうなんですか。ちょっとこれでがっつり戻していこうと思ってますので。そうですね、はい、もうこれ常連になりますので、よろしくお願いします。あの今宮島さん、ミキトニーさんが見ていると思いますので、はい、何か一言メッセージいただければ。一言ですか。それではミキトニーさん、
ぜひ皆さんで食べに来て健康になって帰ってください。小座の裏側。はい、じゃあ3軒目実食いきますね。実食ゴー。いただきます。いや3軒目だからね、めちゃくちゃ美味しいよ。ゆし豆腐ゆし豆腐、うん、締めろか。なるほど、宮島くん、ミキトニさんも変な無茶ぶりしないんでね、仲良く番組作っていこう。バイバイ。小座の裏側。いつだってあなたに届けたい、この声に乗せてどこまでも伝えたいメッセージ、この想い消えない限りずっと。いやいや、大根の花さんね、はい、こうすごく人気なんですよ、うん、こうやっぱり野菜、はい、しかもたくさんの種類の、うん、たくさんの数の野菜を一気に食べられるって、はい、そうね、ポップも綺麗に書かれたさ、うんうん、でしかも説明もね、ちゃんと細かく書いてたし、スタッフのこの愛を感じますよ、うんうんうん、大根の花。そうですね、健康エンターテインメントスペースね。みんなでそこのスペースを、いやそうよ、ね、やっぱり現代人はね、うん、そうそう、健康エンターテインメントスペース、うん、大事ですから。それを求めていかないといけないですよ、ね、うん、今の時代は健康エンターテインメントのスペース。何が始まるの、 何が始まるの、ここに。何でもあり、いいですね、今回時間かかってなくてよかったですね。いやそうですね。コロナいろいろあったから。さあ紹介しますよ、うん、日本シリーズでカープが日本一になったら、なったら、まあ、この現状ではまだなんですけどね、はいはい、またカープ応援店を特典付きで紹介してほしいです。あとカープ優勝号外、 ありましたね、優勝号外ね、新聞ね、うん、あれチョップを入れたミキトニさんに、うん、カープファンが、カープファンに対して大変失礼だったので音声さんに得意のマイクで名号さをかましてほしいです。あ、なるほどね、うん、あ、そんなジョークも伝わらないんだ。いいですね。そうですか、はいはい、それからテレビやラジオで活躍されている小山中たちも小山の裏側ゲストに出てほしいですと。あ、もうぜひぜひね、みんなでやっぱ盛り上げるための小山だと思いますので、はいはい、やっぱ小山はいろんな人ね、うん、いますからね。いますよね、うんうんうん、もう一応名前一人上がってるんですけど、DJ モーリーさん。あ、そうだね、小山中そうか、出てます、一回ちょこっと出たね、全東エーサー祭りのユーストリームを担当していた、うんうんうん、結構 ね、いるよね、小山出身のね。誰がいるかなと、アーティストやっぱ多いね。アーティスト多いし、うん、一国道さんもなんかどっかでね、だからさとか、なんかガレッジセールさんとかさ、要するにそのチャンプル沖縄市大使っていうところのね、くくりで、くくりで、であの沖縄市号とかさ、うん、あの表紙はね、一国堂さんでしょとかね、うん、僕中野前小学校の先輩なんですよ。あー、マジで、うん、そうなんだ。そう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 。あ、じゃあぜひね、こうチャンプル沖縄市大使と回るツアーみたいな絡みたいですね。ね、あったら面白いよね。まあでもさ、最近のメールでさ、あのいろんなゲスト出してゲストにこう何頼るな、頼るなみたいな。どっちに行けばいいのじゃ。もう迷っちゃうな俺たち。そうですね。まだいろいろな ご意見があるということで。そうですね。ありがとうございます。一応全部の、ね、リクエストはね、なるべくお答えしたいですけど。なるべくお答えしてエンターテインメントスペースを築きたい、うん、盛り上がっていきたいなと思いますけどね。